チャンピオンたちの朝食はアメリカの作家カート・ボネガット・ジュニアによる1973年の長編小説。カート・ボネガット・ジュニア名義としては最後の作品。ボネガット作品に横断して登場する SF 作家のキルゴア・ドラウトを主人公とし、談笑形式で現代アメリカをふし、皮肉った内容となっている。作中に挿入されている116点のイラストは、 ボネガット自身の筆によるもので、終盤には作者である、私が作中に登場するなど、メタフィクション要素も含まれる。タイトルは、ゼネラル・ミルズ社のシリアル、EN ・ BTs のキャッチコピーから。またサブタイトル、さようなら、ブルーマンデーは、作中に登場する、加減メーカー、バリートロン社のキャッチコピー。1999年に、 ブレックファースト・オブ・チャンピオンズとして映画化された。主演はブルース・ウィリス。1972年、ニューヨークに住む貧乏な SF 作家、キルゴア・トラウトは、ある日、彼のファンであるという既得な大富豪、エディオット・ローズウォーターの推薦で、ミッドランドシティで開かれるアートフェスティバルに招待される。一方、ミッドランドシティで、ポンティアックの販売代理店のオーナーとして働く。 ドェイン・フーバーは自身の体外が作り出す有害な化学物質によって狂気を進行させており周囲と噛み合わない日々を過ごしていた。トラウトはヒッチハイクしたトラックに乗ってミッドランドシティに到着しドェインと作者である私がいるカクテルラウンジに赴く。ドウェインはトラウトの小説今こそ話すを読み作中で語られている。 自由意志を持つ存在は自分だけであり他人は皆ロボットであるという思想に影響され完全に発狂し近くにいる人間たちに次々暴行を加えた後逮捕される。同衛員に指を食いちぎられたトラウトは私と出会う。私はトラウトに自分はトラウトの創造主でありトラウトは将来ノーベル医学賞を受賞すると語る。そして 自分が想像したすべての登場人物を解放すると、語り、消える、ありがとうございます。